時折雨の降る中行われた全体練習。レジーナは昨シーズンのメンバー全員が残留。新たに滝沢選手が加わり、28人で新シーズンに挑みます。目標となる3位以内へ巻き返しを狙うレジーナ。得点ランキングリーグ3位の11ゴールを決め、得点王争いに加わった上野選手も闘志を燃やします。一番はやっぱりチームが勝つために、自分が何をするべきかっていうのを、考えながらプレーしていきたいので、その中でやっぱり得点王っていうところは、やっぱり狙っていければいいかなと思います。